が、ね、こう吠えてきたりだとか球際頑張ってきたりだとかやっぱそういう部分のところで自分たちが、ね、ぐっとそこを受けてしまって、ね、ビビってしまった部分はあったと思うんだよね少なからずそこを今年は自分たちはそこを消して逆に自分たちがそういう部分の気持ちの強さだったり、ねチーム全体で盛り上げることだったり球際の強さだったり、ね、一人一人の局面の1対1のお互いの中でも、ね、簡単に負けないとか本気で感情を出してやることが、ね、やっぱり勝った時には、ね、喜べるし負けた時には悔しいしっていうところにつながってくると思うからそこをしっかり、ね、この1年やってきたっていう思いを、ね、しっかりこの90分に出せるようにしっかりみんなでやっていこう。はい、勝って終われるように全員で責任持って雰囲気作って勝ちましょう。どう調子は？いい感じっす。オッケー。完璧。今日はマジで行こうよ。イメージはできてます。バタバタ。あげる。はい、足。足足た。やろう。みんなみんなでやろう。今日こそ今日こそ。目的は勝つんだぞ。勝つんだぞ。みんながね、その同じ目的を持ってしっかり戦おうね。やるべきことをやろう。よし、よし。見に来てくれてる人はたくさんいるし、勝ってね、上上がる もちろんだと思うけど、今日来てよかったってみんなに戻ってもらえるようなゲームをしましょう。それは多分この先、ハヤブサイレブンが、ね、カテゴリー上がっていく上で、この見に来てくれた人たちの力が多分一番必要になってくると思うので、また応援してもらえるように、そんなゲームを今日、みんなで表現しましょう。行こう。はい。はい、行こうぜ。行こう、ヒデ。はい、レザー。はい、行こう。はい、行こう。はい、準備。頼むよ、天。お願いします。今日こっちです。ありがとうございます。そしたらまた。ありがとう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 。じゃあみんなあっちで。もう一枚行きます。三二一。ありがとうございます。Yeah!
後ろバランス取るよ。みんな、もう行け
番ローパン CM を落としたりよ。本当にね、あそこの例えばポストに当たってね、外に出るのか中に入っていくのかって、ね、ああいうところってすごくあの試合をね、勝敗を左右すると思うし、でもそれはね、いつもこういうユイさんとかがね、あのラインとかの持ってるんで勝利を最後に宿る、そういったところをやっぱり日頃から追求していくね、もちろんいろんなことがあるけど、そういう時に助け合ってね、チームがでも本当に粘り強い守備見せてくれたし、ね、やっぱりこのトーナメント一発勝負みたいなもんなんで、そこでね、あの今日の試合勝てる、勝ったということは自信に、ね、投げて、ただ監督が言うようにね、何も成し遂げてないと思う、もう次ね、次その次のところでしっかり勝ち切って勝負します。はい、以上です。はい、じゃあお願いします。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合を率直に振り返ってどうですか？まあ、戦前から、苦しい戦いになるのは分かってたんで、まあ、そこの中で、まあ、去年の悔しさっていう部分をしっかり出せるようにっていうところで送り出しました。第2戦についての意気込みをお願いします。まあ、もうここまで、ね、こう勝ち点3を取れたっていうところで気を緩めずにしっかり、第2戦も自分たちの力を普段やってきたこと、1年間やってきたことをしっかり出し切って、しっかり、まあ、理想は勝って終わりたいっていうところですね。ありがとうございます。はい、
はい、お疲れ様です。まず今日の試合を率直に振り返ってみてどうですか？そうですね、内容的には、まあ、自分たちがやりたいサッカーではなかったですけど、まあ、結果が多分一番大事なのかなと思うので、その中で勝ち点差を取れたのは良かったと思います、はい、その中で今日元気さんの決勝ゴールで、1対0で勝利を収めたと思うんですけど、そのゴールについて振り返ってもらってもいいですかね？そうですね、リクが頑張ってサイドを組んでくれて、いいボールが来たので、まあ、いつもの僕だったら多分入ってないと思うゴールが入るっていうのは、まあ、ただまあ、まあ、一番大事な試合だったし、これだけのたくさんの方が来てくれたし、何よりまあ、まあ、自分にとっての、まあ、ホームである、ホームランドポイントゲームができた中での、プレーしたからこその点なのかなと思いました。まあ、沖野で11月7日以来の試合となって、もう一回また有観客の試合となりましたが、やっぱり声援の力とかっていうのは感じますか？そうですね、やっぱり、まあ、見に来てくる方がいるといないのは全然違いますし、なんかこんな、まあ、寒い中来てくれるっていうのは本当にここそこから、ハイブセレブを応援してくれるからこそ来てくれてると思うので、その期待に応えられるように、これから、まあ、次の試合に限らず、次のために、活動できていけたらいいなと思います、はい。2週間後にまた第2戦がありますが、意気込みを最後お願いします。そうですね、次負けたら意味ないので、学生さん取れるように、頑張りたいと思います。はい、今日はお疲れ様でした。